はい、3日目の朝です。たまちゃんと別れて単独行動ということでホテルを出てきました。ちょっといろいろ回ってみたいと思います。はい、川沿いを歩いてみようと思ってですね、入ってきました。ずーっと歩いております。というのもですね、堤防がですねずーっと続いていて外へ出れないんですよね。ということでずーっと歩いております。堤防はあんな感じです。堤防がずーっと続いてます。自転車が気持ちよさそうですね。どこまで続くんでしょうかね、これ。はい、なんかいっぱいカニがいますね。動かないか、見えるかな。ちっちゃいカニです。はい、どれぐらい歩いたでしょうか。結構歩いたんですけど、やっと出れそうです。ああいう感じです。やっと出れそうです。はい、先日は抜けると西門っていう町になります。普通にアイマックシアターがあったりします。まだ空いてる店が少ないんで何とも言えないですけど、まあ、普通というか日本人の感じですね。はい、正門みたいな、なんとかいう、なんていうのかわかんないですけど、はじめ南っぽいなと思ったんですけど、東京のなんとなく世田谷みたいな感じですね。こんな感じです。帽子が、なんとかかんとか寺です。後でテロップとか。花博の記念公園ですね。いろいろと帽子でイベントみたいな普通の人しかいないですね。まあ、フードコートですね。各いろんな国の料理が並んでおります。まあ、こういう市民のところですね、ビール飲んでる人がほとんどいませんということでですね、僕がビール飲むとですね、こういうところで結構浮いちゃうんじゃないかなと思って、次のポイントに移動しようかと思ってます。はい、農作物がいろいろ並んでたりしますね。これ何かな、ドラゴンフルーツとかあったりします。台湾といえばなんか台湾バナナという感じで、台湾バナナとか置いてありますね。なんか美味しそうなものが売ってたりしますが、どんな感じなんでしょう。一房30元みたいな感じです。でかいと、こんな感じでございます。はい、ちなみにここがこれ見てもらうと分かるように、花博公園ってなってます。花博の公園みたいですね。綺麗な公園です。いつ花博だったんでしょうね。ということで、次のポイント行ってみたいと思います。はい、昼ご飯を求めて来ましたが、アツシが行ってるに行こうと思ってますが、たどり着けるんでしょうかという感じでございますけど、なんかお水がいいというか、街中に戻ってきたという感じでございます。割とディープな感じになってまいりました。こんな感じです。はい、アツシ湖水泉の店がありましたが、やってるんでしょうか。
びっちりとですね、ビール飲んでご飯食べて472元でした。でビール120元ということで割と高級店かなという感じです。すごいですね、台湾のオタク文化ですね。でもこの、はい、夜市でーす。これやね、はい、すごい声出てたもんな、はいはい、すごいすごいね、これすごいな。いただきます。どうやって食べるの？